どうもおはようございます。今日は2019年の1月の3日朝の4時53分です。朝です。散歩行きます。よろしくお願いします。お散歩お散歩キットカンさんの再力高音符を知って三日月千とさんお疲れ様です。散歩行くよ。寒いね。子さんおはようございます。おはよう。おお、子さんおはよう。映像と音声問題ないですか。今日そんな寒くないよ。全然いい感じだよ。キットカンさん映像音声感度良好問題なしでいい同じグロ。窓監督さん米印散歩配信です。寒いね。あー、ちょっと寒いね。ちょっと寒いわ。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん言い忘れましたが、テルちゃんピンに花火一発ぐらいなら誰でも投げれんねんって言われたのも嫌でしたね。感謝と叶えやなって。千代子さん明けおめ。千代子さん明けおめ。今年もよろしく。いい年にしましょう。花火なんて誰でも一発でも投げれんねんとかっこいいな。本当のクズ、本当のクズっぷり発言だ。配信でそのキャラ出せばいいのにね。すげえな。結構攻めてる発言だね。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん中身知るとだんだん嫌になりすよ、うん、キットカンさん現在の東京の気温0度降水確率 10% 湿度 53% マジで0度今日あったかく感じるな。なんだろう、そんな寒いか。ありがとう教えてくれて。皆さんおはようございます。散歩配信です。朝のお散歩しましょう。三日月千とさん風があるかないかでも体感温度が変わってくる、ね、全く無風だね。全く無風。全く風ない。閲覧50人いったら散歩開始します。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さんだからあまり寒く感じないのかな。風ないね。キットカンさん風速1メートルパーセカンド。そんなもんか。じゃあ散歩スタートです。ビーガンおソング明けましておめでとうございます。星
カニャイさん、おはようございます。初見です。やべえ、心臓痛え。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、しんどそう。やばい、これはまずい。血糖炭酸ヘモグロビンパワー注入を摂取。やば、少しヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、無理はしないでください。やばいこれ。カニャンさん、おやすみなさい。これはやばい。えぐいな。心臓痛いもん、本当に。やば、半年でこんなんなる。
1日休むと3日分後戻りすると言われてますね。ヤンデレラサメちゃんの彼女さん体力ってすぐ落ちますよね。やばい。きっと炭酸 P おおシュシュワンツー。えぐいな。ひどい。まさきさんワードワードバクバクする。リハビリだなこれ。最初の1週間息が入ってこない。パラマイナスゼロ深呼吸。バクバクする心臓やば。これはまずい。これ戦える体ではねえな。やば。ジョギングで行こう。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん捨て頃出るんですか。きっと炭酸平常値の血圧と運動した後の血圧の数字もある程度わかるといいですね。まさきさんはしんどかった。ウォーキングからだな。本当に。これはひどい。これはひどい。サメちゃんの彼女さん大阪より東京の方が寒いんですね。そうだよ、大阪あったかいよ。関西の方があったかい。それ北の方に行けば行くほど寒くなるよ。いやこれはひどいな。
ぐ6時。もうすぐ6時だ。やべえな、マジ。まさきさん、走る走る、和道くん。ひどい。これは思ってたよりひどい。話にならないよ。頭クラクラする。でっかい星があんな。あれか、金星。すげえでけえな。ひどい。肺活量がひどいな。ひどいね。15分かかってるよ。一駅。ああ、これはやばい。延長します。有名な。
彼女さんハートをプレゼントしました。ここは有名な元モーニング娘。の吉澤さんが事件を起こした犯行現場です。ここが吉澤さん飲酒運転で、あそこの交差点で、女の子を引き飛ばしました。はい、ここは例の有名な交差点ですね。おはよう。そうなんですね。おはようございます。リモンさんはどうさん、おはようございます。ここで引き飛ばした。おはようございます。ここね、ヤンデレラとサメちゃんの彼女さんカードをプレゼントしました。そうそうそう、ここ現場。あれ本当危なかったよね、あの子。怪我弱くて、また死んでたよ。ちょっとこれ悪かったな。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん怖いよね。いやダメだよ、飲酒運転は。配信者でも飲酒運転よくいるけど、めちゃくちゃだけどね、うんこ食うかんね。デスラーさんおはようございます。バドツ、バドツ、やばいな肺が。これはひどい。空気が入ってこねえもん。いや、散歩です。ただ、おはようございます。トレーニングなんてしません、僕は。ただの散歩です。僕は鍛えるとかいうめめしい行為が大嫌いなんで。バーガーをプレゼント。どうも。2019年の1月の3日朝の6時28分です。散歩してたら iPhone が寿命で電源が切れました。すいません。キット炭酸ズサーさん、ごめんなさい。キット炭いらっしゃい。申し訳ないです。皆さん、もう iPhone ダメですね。寿命っすね、僕の。
やさん散歩。明るくなってきたね。明るくなってきましたね。散歩散歩。ケンチコシさん、おはよう。おはよう。おはよう。肺と心臓が弱くなってますね。肺と心臓がダメですね。これはどうにかしないと。レジさん、おはようございます。薄着で寒くないですか？あ、寒くないですよ。おはようございます。ちょっと一回上着閉めますね。ケンイチコシさん、アイフォンスナールいいよ。いや、高くて買えない。 iPhone 10万超えるっしょ。YUYA サーバド、明けましておめでとう。明けおめ、今年も一年にしよう。一緒にね。おはよう。YUYA サーバド、XR いくらすんの？京吾さんは、土さん、おはようございます。おはようございます。
特命係長ただの花火師さん、あ、おめでとう、ありがとう、花火ありがとう、明けおめことやろう、よろしくお願いします。最高の一年にしましょう。ありがとうございます。コキンチカミさんはどつ、明けましておめでとうございます。コキンさん、おはよう。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう、一緒に。最高の一年にしましょう。パフェありがとう。いっすいっす。コキンチハンさん、よろしくお願いします。良い年にしましょう ね、いい年しようね。最高の一年賞、気合入ってるんで一緒に楽しもう、一緒に楽しもう。
さん新しいの買いなさいよ。 iPhone？ 出費かな。まあ仕事道具だからな。もう4年使ってんのかな iPhone6 Plus。 まあさすがに寿命だよね。もうね、最近電源がバツンと落ちたりとか、ゲームやっててもバツンと落ちるんだよね。もう寿命でしょ。画面ももう4回張り替えてるし、何回も落っことしてもうボッコボコだもん。隕石みたいになってるもんね。イカズチチトさん、バッテリーは消耗品。バッテリーもそうだけど、なんか中のアプリの暴走、熱暴走がすごいんだよね最近。熱がこもるこもる。コキンチハミさん、隕石わら。いや本当にすごいよ。クレーターみたいにボッコボコになってるもん俺の iPhone。 一時期内臓がむき出しだったからね。iPhone の内臓が飛び出てたから。マサキさん6プラスで4年くらいかな。4年だね、ちょうど4年かな。ちょうど4年。まあまあ十分使ったでしょ。十分使い倒したでしょ。 iPhone4 年配信者で持ったんなら。米津玄師入るから業界の人かな。米津玄師が入るからって。ね、あれかな、紅白の人かな。リハかなんかかな。この辺住んでんのかな、米津。なんか東京って感じだよね、こういう会話聞くと。 100% 業界の人でしょ。まさきさん、使い方が激しいからじゃないのかな。まあそれもあるよね、使い方激しいよ。もう消耗品消耗品。消耗品っすね。スマホの寿命が2年だから長年。いやスマホ2年じゃないでしょ、もっと持つでしょ。もっと持たない、スマホ。iPhone6 Plus、 バッテリーアマゾンに工具セット付属で税抜き2100円であるので、中身は絶対やめた方がいい。絶対やめた方がいい。俺やったことあるんだよ、中開けたけど無理。配線がぐちゃぐちゃで帰ってきたね。コキンちゃん何、この辺に住んでんの、よくわかるね。中野坂上、なんかポッカポカだよ。コキンチハギさん、杉並。杉並なんだ。杉並は遠くねえか。よくわかんない。そうそうそう、青梅街道。のりこあっと銀河さん、おはよう。おはようのんちゃん。まさきさん、ワドくんだったら細かい作業得意だから自分でできるんじゃない。いや、絶対やめた方がいい。 iPhone の自分の修理は絶対やめた方がいい。俺も一回それで外しちゃってわけわかんなくなって行かれたもん。で結局業者持ってったもん。プレゼントしました。ハートありがとう。
絶対やめた方がいい。まあ、壊す覚悟でやるんだったらいいかもしれないけど。三日月とさんスマホの DIY はリスクが大きすぎる。結構リスクでかいよね。いや本当業者に任せるのが一番だよ。本当に。モンさんおはようございます。お散歩珍しいですねおはよう。糖尿だから糖尿改善生活です。ダメだ、5キロ歩くのに1時間かかったよ今日。ちょうど1時間。まあ途中スマホの充電してたけど10分ぐらい。まあちょっとひどいね。いやもう肺が痛いもん。肺と心臓バックバック。今日少しずつ慣らしていかないとね。ボンさんはドサンおはよう。巡りが良くなったのが全身が痒い。東京はねいいんだよこれが。誰もいなくなるの正月だけ。あんなに人混みの街なのに誰もいなくなるの。これ最高に好きなんだよ俺。いやみんな田舎に帰るのよ。田舎者の街だから東京は。全員帰省すんのよ。だからこの3日間誰もいないんだよ、うん、いいよ俺は好きだよ。この誰もいない東京が好きなんだよ。ここ結構好きなの。新宿のビルが生えてる感じ。いいじゃん。人誰もいなくなる。てんてってテンテッテテンテテテテン。水滴ついたな。
そう、年に一度のゴーストタウン帰るか。平沼和子で島津さん返済してください。何言ってんの。ブロックです。また今日かよ、もうおかしいだろ。もうやめて、今日ばっかりなんだけど。サバありがとう。寒い。サバ、サバ美味しいよね。うまいよね。なんか今回ザリガニが追加されたよね。なんか ザリガニっていうアイテムが追加された。お寿司の中にザリガニが入ってんだよね。でもザリガニってロブスターだからね、絶対うまいかんね。ザリガニってほぼあのロブスターか、ロブスターってほぼ寿命永遠なの知ってた。誰かに捕食されるか脱皮の時に失敗するか以外は無限の生命なんだよ。永遠の命持ってんだよザリガニって。半端ねえよな。明るくなってるね。メガホンありがとう。ザリガニ死なないんだよ。不老不死に最も近い生命の。だからザリガニ、あのザリガニっていうかロブスターね、俺が言ってんのは。まあロブスターとザリガニほぼ変わんないから。ロブスターね、ロブスター。いやロブスターめちゃくちゃうまいかんね。いいね、ありがとう。ロブスターうまいよ、うまいよ。ハマるよあれ。高いけどね。ロブスターはマジでうまい。そうそうそう、沖縄で食べてた。そうそう、バリバリ食ってたもんね。超うまかった。また食いてえな。テレテテテテテテテレテレテテ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